ボンとか女子風情にはありません。中東やらアメリカやらの教授ではなく、私の大学の教授のお話。会話形式。俺、オーストラリアの方なので、仮に、ゴー教授、お盆はどうされるんですか？ゴー、娘連れて花火に行きますよ。日本人の心ですよね、花火。何がいいって儚さがいい。俺、日本人化してますね。ゴー、どこからどう見ても私日本人あるよ。シェイシェイ。俺、流暢すぎる日本語が、逆に腹立つんですが。ゴー、だってほら。机の引き出しあさって、見てよこの浴衣。特注ですよ。わびさびだらけですよ。俺、超馴染んでますね。ゴー、10年も住んでれば、たくあんが好物にもなるってもんですよ。俺、気化してたりするんですか？ゴー、するとしたら、こんな名前になるかな？ペンを走らせて。見てよ、この美しい漢字の羅列を。と、ここまで書いて気がついたのは、名前書いたら、大学、バレる、じゃねえか。どうしよう。ごめん。口押しや。Thank you.